よしんさん、物事をどの方向から見るかによって正面が見えるのかそれとも背中しか見えないのか足の裏しか見えないのか頭のつむじしか見ないのかそれともフォーカスをずらすと人物像そのものも見えないのかもしれません人ってのは正しい行動をしていてもそれを見る人が色眼鏡をかけていれば自然と色がそこに見えちゃうわけですよね入り込んじゃいますよね だからどんななな人ににに見せるるののかかっってて非常に大事になってくるのかなと思いますちょっと今ね堀江貴文さんの「サーカス」っていう動画がたまたまね私の目に入ってきたんで見ちゃったんですけどもあのその中ですごく面白いエピソードを語っていたんですよね。堀江貴文さんは東大に入学してその入学式でものすごくねおどおどした格好で引っ込み思案で全然トークとかできなくって。 で、入学式に行ったらしいんですよ。まあ、地方から来てますから、一人ぼっちですよね。で、当時入学式っていうのは東が、東大の行動が使えなかったんで、日本武道館で入学式があったらしいです。うわ、すげえ、日本武道館だみたいな感じでね。それこそ、壇上に上がっている、いろんな偉い人のトークを聞きながら、ぼーっと眺めていた。しかも、なんかスーツ着ていったらしいんですよ。まあ、18歳の地方から出てきた少年がですね、初めての東京で これから暮ら暮すわけですからそううなっちゃうのも分かりますけどねでもそれから30年たって同じ武道館で今度堀江さんがねもう群衆の前でぎっちりと詰めかけたそれこそ東大に入ったからという理由で来たわけじゃなくって堀江貴文さんが見たいよって方をね従えて「ノーテレホン」って歌を歌ったり、まあ、自分のトークを展開したりとか。 っっっててていいううのがうわすごく不思議だだなっていうかあ人間って何でもでもきるんだみたいなね希望なんだよっててことをねね話してましまたよ、ね、もし今ステージの上から30年前の自分がそこにいるとしたら「お前今そんな情けない格好してるけども30年後はこうなるんだぞ」っていうふうに呼びかけたいっていうふうに、ね、言われてましたいやこれ、ね、すごくわかるなーと思ったんですよこの話を聞きながら私もね小さいながら同じようなことを思い出しましたまあ小学生の時はともかく中学高校と 先生は信用できない。当時の言葉で言うと、先行なんて信じられねえって本当に言ってたんですよ。先行なんて信じらんねえよみたいな、ね、ことを言ってました。つまり、先生ということだけで人にレッテルを貼っていた。色眼鏡をかけていたのが私だったんですよ。でもあれから30年たって、じゃあ、その信用できない先生に自分がなっているじゃないかと。少なからずビジネスというものを人に教えて講師になってるわけですよね。久保先生と呼ばれたりね。 師匠と呼ばれたりしてるわけですよ。あ信用されないのも分かるなと思うわけですよね。自分の理屈で言えば先生っていう人間は信用できない。何がセミナー講師だ。怪しい危ない。何だお前は。そういうふうにあ自分自身で思っていたなとあれほど信用できない先生に俺がなってんじゃないかよみたいなね人生の皮肉を感じたわけなんですよ。吉田さんもちょっと似てるところがあるんじゃないですかね。 私は勉強についていきなかったというよりも勉強そのもの学校そのものを完全に否定していたんですよね。そこには俺の思い通りに暮らす空間がそこにあるんだと。そういうふうに捉えていって学校を私物化してそれができないようだったらくだらねえと思ってまあちゃぶ台を返したわけですよ。つまりはちょっと外れた道に行っちゃったわけなんですけどもそこでも私はね 勉強が多分でででできなななかかっったたたわけじゃいいいんんんすすすよよしなかったんですねねあえてて距離を置いていたんですよ、ね、だから突っ張ってるっていう言葉はまさにその通りで食わず嫌いを続けていってしまいには食わずに飢え死にしそうになっている自分がそこにいたんですよ飢え死にすることに気づいたのは高校を卒業する18歳の頃です自分がこれから行く世界がないということに気づいてねなんだ大学一つ俺を受け入れてくれないのか悔しいなという思いから 予備校というところに通って一から勉強積み上げていったわけですよね以来知らないことを知るつまり勉強するというのは楽しいし有利になるなと思ったわけですよ知ることによって選択肢が広がり知ったことを使うことにより知識がアウトプット実践できるようになって実践するからこそ多くの方から教えてくださいって言われるようなそんな形になってきたんですよねはい、まとめて言うとですね 教えてやるから来いよみたいなことではなくて教えてくれませんかって言われるほどまでにアウトプットを続けてきた結果信頼されるのが難しいというこの講師という立場にね今なんとか引っかかっているんじゃないかなっていうことですねこれからもねいろんな発信を続ける中で久保さんに教わってみたいなっていうふうに感じていただける方に出会っていきたいかなと思いますえー、たった今0時57分付けで 新しい入塾の方がご入金いただきました、はい、吉田さん私まだ成列してないんですよ成列の背の字も言ってないんですけども自然と12月ってのは即下塾にまだ入りますかっていうようなお問い合わせがね結構来るんですよね12月1日から即下塾に入塾を希望されそして入金していただいた方これで10名ぐらいになるんですよね、えー、正確には9名ですけども ですんで、す今年中にあと1人ぐらい入ってキリのいいところで10人になるかなと思いますねプラス年に一度の成立を大みそかにしようかと思います12月30日は24時間忘年会っていうね即下塾の忘年会も設けてますんでねオンラインでこちらの方にも即下、えー、塾の塾生さん塾生じゃないんだけどもちょっと覗いてみようかなって方いらっしゃると思いますんで非常に楽しみにしておりますそれではいってらっしゃい